どういうことこれ。俺今から何すんのこれ。ちゃんと洗剤で洗ってください。熱い。熱いやん。できてる。できてる。すごいですね。上手。危な。どうも、カイサックです。どうも、エレサックです。さあ、今日なんですけども、カジサックイクメンへの道、これやっていきたいと思います。今回はですね、ちょっと矢崎さん、トモさん、2人、うちのチームが誇る、はい、ということでやめてくださいけども、今回ちょっと僕がやりたいと言いますか、うん、まあ、イクメンってあるじゃないですか、はいはい、あれってまあいろんなことを言うんですよね、うん、子育てのお手伝いだったりとか、うん、家の家事だったりとか、うん、今回はちょっと料理編をやりたいと思います、うん、普段うちのカジサック家は嫁サックがね、うん、全部基本的にはやってくれてるんですよ。でも最近僕自宅で撮ること多いじゃないですか。やっぱ僕がこう家事をやることによって嫁サックに時間ができるんじゃないかなと思って。なるほど、うん、だから今回は料理なんですけど、僕がじゃあ例えば今日料理教えてもらう、料理できるようになる、サブチャンネルも撮れたりする、うん、まあメインでも撮れたりする、うん、ってなってくると、うん、もうこれもう一石九鳥ぐらいになるじゃないですか。多いな。9もある。まあ9ないし8あるんか。2だとしてもだいぶ素晴らしい企画です、これは、うん、そうですよね、確かに。で、現状言うたら僕料理ほとんどできないんで、うん、今日はちょっと晩ご飯を嫁サックにがっつり学ぼうかなと思って、うん、なるほど。最近結構こう嫁サックの中でもやりたいこと増えてきてるんですよ。あ、そう、そうなんですか。増えてきたんです、うん、まず一発何やったっけ。ピラティス。ピラティス。あ、ピラティス、ヨガみたいなやつですよね。そう、うん、インナーマッスルを鍛える、うん、よく分かってないから、何って聞いたら、くびれを作ろうと思った。そうそうそう。あら、くびれがないんで、私、うん、くびれを作りたいんです。そう、うん、折れてまうやろ。あと僕的にもう一個あるのが、もうちょっとバレーボールを頑張っていただきたい。未だに補欠です。そしてもう一個ぐらいあったよ、なんか絶対せんちゃん付きなんですよね、お出かけは、うん、やっぱりママさんとランチに行くときに、うん、みんなやっぱり私がいるから、あ、じゃあ子供が行けるところにしようねって言って、そういうところ省いて探してくれるから。めっちゃ優しいな、ママさん。子供なしで行けるちょっとフレンチのランチとか、うん、何そのセレブな感じ。行ってみたいなって思ってる。だから僕もこれ行っていただきたいから、ちょっと本気でね、僕イクメンの道やっていこうかなと思って、うん、まずは料理編、うん、今日はがっつり学んでいきたいなと思います。はい、はい、というわけで本日の動画お願いします。さあ、というわけで、はい、イクメンの道料理編やっていきたいんですけど、はい、見てくださいこれ。大体いつも冷凍味付け肉をよく作るんですよ、うん、味付けをしといて、うんうん、冷凍しとくと、うん、1週間の料理する時間がちょっと減るという。なるほど。いや、これはちょっと驚く。関取クラスの部屋の。そうですね、量で言ったら、ね、はあ、これを今からじゃあ料理していくんだ。いつもやってることをじゃあ僕は今日学びます。はい、はい、一から全部教えてもらっていいですか、うん、まあいつもはこれよりさらに多いんだけど、はい、ちょっとごめん、うん、え、いつもはもっと多いの。もっと多い。これにプラスで肩ロースの塊とか、うん、豚の薄切りとかもあるから、さらにあと魚類とかもするから。え、一気にやんの。うん、一気にやんの。おかみさんやんね。ちなみに今日も作るものを教えておいてくれへん、うん、この卵はみんな大好きな漬け卵を作ります。これは塩豚作ります。これはただ今日食べれなくて2週間ぐらい漬けなきゃいけないから、うん、でこの豚ロースはオリーブオイルとこのローズマリーとニンニクでマリネして冷凍します、うん、鶏もも2つあるけど、そう、これもオリーブオイルとニンニクとローズマリーとレモンで味付けをして小1時間置いとくとマリネされて美味しくなる。なるほど。ってことは今日食べるのはこれってこと。うん、これと漬け卵か。うん、白菜サラダ、あとなめこのお味噌汁、なめこと大根。あ、味噌汁ね。お味噌汁、わかりました。はい、いきますか。じゃあお湯沸かして。お湯を沸かす。これ火かけといたらいい。火かけて、はい、ちょっと嫁サックが動いちゃってますよ。あ、だから嫁サック、そうなんですよ。嫁サック、確かに動かないで、よく止めてくれた安武、はい、いや、お前が今日ってよかった、はい、こいつじゃなくて。この豚バラブロックを出してください。はい、豚バラブロック出します。はい、もうドンドン。ああ、何何を出し方もあんの。このままでよかった、剥がすだけでよかった。あ、これでいいの。うん、そうそうそう。塩を 500g に対して。え、これやばいぞ。え、どういうことこれ。俺今から何すんのこれ。 500g に対して塩を大さじ1杯、これにすり込むの今から。これに塩を大さじ…入れてすくったらいいじゃん。嘘でしょ。いや、素人は分からんて。これ渡されてこれ言われたらこういくよな。ドサドサ
さっていくじゃん。あ、そうか。うん、こんな感じ。うん、オッケー。で、大さじ1杯のお塩。はい。これをそれをすり込んで、これバサッてやっていい。うん。どうしてさ、今さ、お肉につけたじゃん、これ。あ、そうか、ごめん。どうしてつけるの、こうやってやればいいのに。もう一個作るんだから、お肉につけたらもう一回洗わなきゃいけない。もう一回洗いますよ。じゃあ、あのね、ちゃんと洗剤で洗ってください。すり込んで。どうやって、え、バーっていうの。うん、バーって。向こう側にも行かなきゃいけないからね。こっち側ね。うん、こんな塩塗んの。塩豚ですから。そしたら、はい、キッチンペーパーで包んでください。はい、包む、こうね。うん、これでいいの。うん、おや、ほえー、できました。まだ染み込んでくるじゃん。お前、お前、うん、もっと巻かないといけない。染み込んできた、ほら。もっときつく、あ、ギュッとすんの。これでようやく染み出てこないんじゃないですか。これを、え、これ何、これ、その中に。で、これを染み出てきたたびに変えるんです。1日1回ぐらいこのキッチンペーパーを変えるの。それをするとちょっとベーコンっぽくなるっていうか、冷蔵庫で6日ぐらい。そんな寝かすの。4日間ぐらいすると水が出てこなくなるから、うん、そのまま冷蔵で、うん、ってことはもう一個同じこと、うん、あ、これやん。だからこれで何も言われんでもできる。はい、ちょっと待って。なにお湯が沸いたから。これ沸いた、沸いた。はいはい。まずこれ7分にして、はい、7分。これをじゃあ入れていきましょうか。はい、入れてください。あ、パキッて言うと思った。大丈夫。いいよいいよ、もうスタート。OK で、やってる間にこれやりましょうか。もう覚えたから俺。はいはい、はい、素晴らしい。今日はお見せする料理ではないんですが、はいはいはい、一品目完成です。はい、素晴らしい。塩豚、これじゃあ冷蔵庫入れます。はい、次ですね。はい、先に今日食べるやつをつけとこうと思います。若鶏のもも肉です。でかい、2枚入った。できた、できた。7分で、石鹸で洗った。いきます。はい、ぐるり。 OK、はい、冷水で締めてください。冷水、よし、じゃあ剥いていきます。卵同士でやったほうがいい。火の用心みたいなこと。うん、そうすると1個しか割れないの。ええ、これどっちも割れてないですよね。はい、はいはいはい、いくよ。うん、ほんまや。え、なんで、なんで、不思議。これ今から作るのはちなみにこの卵の漬け汁、漬け汁 100cc 入れます。オイスターソースを大さじ3。これで1でいい。全然少ない。あ、もうちょっといっぱい、うん、3倍強入れたかな。はい、はい、で、ここで醤油をいっぱい入れると。うん、お酢もいっぱい。うん、みりんなんだけど、はい、大さじ2なんだけど、はい、醤油がちょっと甘めなので、はい、大さじ1。うん、ひと煮立ちさせます。はい、グッツグツだとあれがまた火通っちゃうから、うん、ちょっと置いとこう。冷ます。じゃあ置いとく間に、うん、どれぐらいの大きさに切るんだっけ。4分の1ぐらいする。オッケー、切りました。解作ボス、お肉を触った後は決戦。決戦。石鹸を間違えて決戦って言うたんか。だから小さじの2分の1を、はい、うん、だから1枚につき1杯まぶす。まぶしてください。胡椒少々。うん、はい、これは大人用と小児作以外の。うん、ニンニクはね、よく味をつけたいからすりおろす。いきます。これオリーブオイルどれぐらい入れましょう。適当。うん、ちゃんと行き渡るぐらいかな。これぐらいでいい。なんかええんちゃうこれ。うん、で、もう一個。うん、もう嫁作いなくても大丈夫ですか。全然大丈夫。はい、もう覚えたもんだって。お腹すいた。お、ちょっと待っててね。今ね、パパ作ってるから。これちょうどね、今孤児用のやつを作ってたんだよ。おいしそうだね。何やお前。仕事して去っていきました。師匠やないか、ほんまに。レモンをここに絞ります。レモン、ガーリック、チキン。レモン、ガーリック、チキン。やばい、ひどいな。大丈夫です。倒れちゃう。何レモンガーリックチキン。いや、なんか男の料理って感じするね。うん、ローズマリー。うん、これどれぐらい入れるの。2分ぐらい。あ、すごい、いい匂い。うん、すごいいい匂い。いい匂いするだろう。真空パック。あ、素晴らしい。うめ、ほんとだ。うわ、うまそう。はい、じゃあ冷蔵庫入れてください。はい、あ、言うてる間にこれが冷めてるわ。はい、これさあ、冷めたやつ、次に来ましたね。入れるよ。わー、で、馴染ませてジップロック。
これはたまらんすね。たまらんでしょう、これ。はい、見て見て、はい、これ1時間ぐらいかな。じゃあ冷蔵庫。でまだあるいっぱい。そうですよ、本当だ。まだパック出てきましたよ。冷凍するやつ作ろうか。はい、はい、フォークでブスブスやって。フォークでブスブスやる。もう適当でいいよ。だん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 みたいな。これぐらいでいいかな。うん、きた。うん、これで伸ばすの。貸して貸して。どういうこと。なになになに。柔らかくなる。これをこのまま漬け込んでもいいんだけど、うん、私は一口大に切って漬け込むから、はい、切って。じゃあそっちに入れていくわ。うん、切っていくわ。うん、切ってて。じゃあお味噌汁用の。ああ待って、お出汁入れなきゃ。これお出汁、お味噌汁入れるんですけど、これ江原さんがくれたよね。そう、お祝い返しと。これ美味しいね、このお出汁。2つ入れて。2つおすすめですね。これ言ってる間にこれ、はい、塩をまぶしてください。2、4、6だから6杯。うん、煮てるだけでもう本当に大変だなっていう。いきます。はい、はい、うん、まだえ。あー、ニンニク。あー、またあの作業すんの。日が暮れちゃうよ。はい、やばい、忘れるな。やっぱローズマリーはやっぱり親しみがないのよ、我々。うん、あ、めっちゃいい匂いするわ。あ、違うよ、平らにしなきゃ冷凍するから。そうか、これ今から冷凍すんのか。うん、これをだからお魚に使ってもいいんだよ。カジキとか、はいはいはい、ちょっと白身のお魚でやっても美味しいんです。これ冷凍ね。冷凍して、はい、よし、次さあ、どういうの。白菜、はい、こうか。いきます、はい、うわ、えらいもんで、はぁ、あ、はぁ言い出したわ。うん、体力いるんだね。かじってみて、芯の方ね。あ、いい感じかも。戻さないの、そういうの。いや、家族だから。歯ごたえ若干あった方が美味しいもんね。うんうん、あ、じゃあいいかも。うん、もうじゃあ切って。はい、気をつけてね、熱いから。はいよ。うわ、絞る。ギューって絞って。絞る。うん。熱い。めっちゃ熱いやん。だましたな。よくなるの、それ。じゃ、言うといてくれんか。でも、もうだいぶ冷えたかなと思って。全然いっちゃいわ。もう、やけどしたわ。本だし1本、目分量。目分量、なんかさささって言って混ぜて。マヨネーズも目分量。これぐらいかな。これはね、うん、大事、カツオ。ごめん、あの、すりごまがなかったから、うん、潰しながら入れて。ここまで力仕事かい。味見してみて、うん、塩分足りなかったら塩足したらいい。うまい。あら、うん、あ、これはちょっと、はい、カズヤ君、カズヤ君。何カズヤ、それなんすか、さっきから味見コーンにやるやつ。急にコーンに乗せ出しましたけどね。やばい、止まらない。いやもうちょっとこのラスト。いやもうコーンいいでしょ。めちゃくちゃ食うな、おいで。急にコーンに乗せ出したな、味見。うん、おいしいな。おいしいやん。うまっ。ろろろ、これだけで。お塩ですか。お塩です。閉まるの。いや、マジ、ほんまに変わったわ。すごいなぁ。ぼやけてたじゃん、ちょっと。全然違うね。全然さあ、安崎さん、ともさん、はい、こちら、白菜サラダの完成。いやー、うまそう。ちょっとごめん、まだ一品。次はね、多分お味噌汁かな。そう、これ皮むくの。うん、どうやってむくの。使う分だけ切って、かつらむきだよ。こういうやつやろ。うん、そうそうそう。あー、こわ。気をつけてくださいね。できてる。できてる。すごいですね。上手。危ない。上手。危ない。危ない。怖い。怖かった。怖い。危なかった。もう怖かった。今。はい、どうぞ。早っ。すごい。怖かった。うん、いいじゃん、いいじゃん。いい感じでしょう。じゃあ大根入れます。はい。よいしょ。いいよ。洗っといて、で、お肉を焼くから。ゆうたんもう多分1時間ぐらい経ってるわ。うわー、多めにして動かさないんだよ。出してください。はい。
いきまーす。うわうわうわ最高だ最高だ。すっごい来てる匂い。じゃあもう寄って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 。どう。いや、わかんないっすよ。開けるで俺、はい、行くで。うわうまそう。うまそうよ。はい、できた、完成。これだから安武さんと友さんに食べてほしい。あ、嬉しい。行きます。はい、ふっかします。はい、って言ってる間に味噌行きたいと思います。はい、これどれぐらい入れるの。使ったことないから味噌。分量嫁作チェック。そうですか。うん、美味しい。美味しいね、うん、やったちょうどいいよね。うん、オッケーオッケー。え、これ完成じゃね。いや、これ開けたら完成。いやー、わー、なんか感動する。これ見て、これすごい美味しそう。ほーい、完成。やったー、できました。いくよ、せーの。いただきます。いつもありがとうのママからいこうか。いただきます。はい、うんうん、めっちゃ美味しい。やったー。パパが作ったの。そうだよ。いただきます。うまい。やったー。やったよかった。ご飯に合う。おー、いった。あー、いいね。じゃあ、かんちゃん卵にする。いいよ。卵美味しそうだよな。卵ガブっていって、大きく。うん、あ、いい感じじゃない。美味しそうな断面、これ。うわー、してくださいよ。お肉どうぞ。こっち胡椒ついてないやつです。ご自由だよ。うん、大成功。せんちゃん、どれ食べたいですか。卵がいいの。うん、オッケー。かぶできる。せんちゃんいけるかな。どう。全然だけどできた。それじゃあいただきますね。うん、うわ、ほんまにうまいやつや。じゃ、ご飯じゃんな。うん、いや、でも本当に今回やってみて、はい、マジで大変さまた分かったし、うん、もう僕完全に覚えたから、もう忘れませんから作れることだったんで、はい、まあ一言だけ、ほんまにいつもありがとうございます、うん、本当に今日は頑張ってくれてありがとう。いや、ありがとうございます。せっかくなんで安武さんとおもさん、はい、食べてください。あ、俺じゃあ、はい、卵いっちゃっていいですか。あ、卵、うん、うわお肉いただきますね、はい、うまっ。うん、いい感じでしょ。おいしい。最高です。でも今日さ、はい、まあ大変なん伝わったでしょ。もし結婚した時どうする。手伝います。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。